腹立つ。いや、腹立つ。いや。ジ・アウトローさんですね。男性10代。最近の自分の悩みは、信者になってしまうことです。信者。具体的には自分の気に入った人を見つけると他の人の理論を拒絶もしくは批判的な先入観を持って見てしまうということがよくあります。ひろゆきさんが流行ったのもその一例だと感じます。はい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 。すでに岡田先生、距離の近い現代文の先生、推しのスポーツ選手などの信者になっていることに気がついてます。無意識のうちに多くの有益な情報を切り捨てている気がして怖いです。ほう、はい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 。先生は信者になることが人生に悪影響を及ぼすと思いますか？信者というね、言葉を使ってるから変に、まあ、見えるんだけども、誰か特定の人にかぶれるっていうのは、誰でもあることだし、まあ、若ければなおさらですよね。でも、かぶれない限り、かぶれるぐらいはまらない限り、物事ってなかなか理解できないと僕は思うんですけどね。だから、まあ、そういう意味ではね、自分で、あ、信者になってるなと思ってるんだったら、もうそこで OK、ブレーキはそこで一回かかってるわけだからね。で、誰かに何かを教わるっていうのは、一回信者になる、その人に被れるぐらいが一番いいと思うんですよ。ただし、ここで言わなきゃいけないのが、その、信者になったら必ずそこから戻んなきゃいけないってことなんですけどね。一通り被れた後で、いや、やっぱり違うんじゃないかとか、いや、この人違うこと言ってるなっていうふうに、今度は、全否定するぐらい検証してみて、で、もっと大事なのは、かぶれたことをいつの間にか忘れて、で、10年後ぐらいに、ああ、昔、なんか信者になってかぶれてたんだけども、今になって本当に何を言ってたのかわかるよとか、あ、若い頃はその言葉の表面的なものとか、勢いだけにかぶれてたり、信者になったんだけど、こういうこと言ってたんだ、面白いなっていう風になる。これがなんかこの消化する段階だと思うんだよね。で、まあ人から物を教わることっていうのは僕は三つの段階に分けて考えてるんだけども、まずハイハイ期っていうか、もう何でもハイ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 っていうハイハイ期間っていうハイハイ期間っていうのがあって、岡田先生が言ってることは全部正しいっていう考え方なんだよ。で、これはその対象に近づきたいと思う心が、ハイハイ期、ハイハイ期間を作るんで。で、次がね、もう、イヤイヤ期っていうのがあるんで、イヤイヤ期間っていうのがあって、これは、岡田の言ってることは全部嘘だって考え方。これは、近づきすぎたので反発。もしくは、分かりすぎるので反発っていうことなんだよね。で、最後は、第三段階が、その着陸だよね。ああ、この人は面白いなっていうですね、適度な距離が取れるような状態になっていることで、他人との関係っていうのは、その、ハマってる人とか、嫌ってる人とか、好きな人とか、憎んでる人とか、全部含めて他者との関係っていうのは、先日も言えば全て、どの距離が自分にとって適切かなんですよ。自分にとってね、適切かって。だから、アイドルとか推しの人っていうのも近づきたいっていうふうに思うだろうけども、どこまで近づくのが自分にとっての適切か、どこで憎んでる人もどこまで離れるのが自分にとって適切かっていうのが大事だと僕は思う。もうすべて距離だと思う。だから、自分にとって正しい距離にたどり着くまでは当たり前だけども、何年も下手したらなんか10年以上かかるのが、まあ、普通の手順だと思うよね。だから、僕は誰にもハマってないとか誰にも影響を受けてないっていう人はかわいそうな人だと思うし、いろんな人にハマっていろいろ影響を受けて今の自分はこれぐらいっていうのはなんかコレクションみたいなもんだよね。なんかいろんな人の考え方にハマって棚の中にいろんなものがあって、この棚を見ればいかにもその人らしいっていうのが分かってるのがいいと。だから誰か一人の思想に染まるんではなくて、いろんな人の思想っていうのにハマって信者になるぐらいのアイテムをゲット、つまり真髄をゲットして、それが心の中の棚に並んでいて、でそれが必要に応じて、季節に応じて、だから今だったらなんかロボット系が多くなってるんだけど、別の時になったら船が多くなったり飛行機が多くなったりするようなもんだよね。その時の自分の気分によってこの棚の配置が変わってくるみたいな、なんかそれが僕はいいと思います。だからまあ今ジ・アウトロー君が僕の信者になってくれてるんだったら、別に信者になっちゃダメだとは言わないんだけども、まあその後は適当に距離を取るのがいいと思いますね。ラムネさん、女性20代。就職活動中の友人との会話で理解できなかったことがありました。私はあまり給料に固執しておらず、充実感を感じられる仕事に就きさえすればいいと思っています。しかしそれを聞いた大学の友人は、
それは君が裕福な家庭で育ったからだと言われました。確かに私は運よく恵まれた環境に生まれ、幼稚園から大学まで私立にしか通ったことがありません。腹立つ。いや、全然あなたが腹立たれる義理はないんですけどね。一方友人は奨学金で、私立大学に通ってます。はあ、私が給料に固執してないことと、私が裕福な家庭で育ったことには、どのような因果関係があると思いますか？ああ、わかんないか。わかんないのかもね。うん、本当にわかんないのかもね。じゃあね、本当にわかんないだとしたら、まあ一応説明してみると、貧乏な家に生まれると、いつも選択肢がお金で狭まっていくじゃないか。だから、将来どうしようかな、どうなろうかなっていう時に、取れる範囲が狭まるよね。例えば、アメリカに留学して、こんな資格取りたいとか、海外に行ってっていうふうなものも、やっぱり家にお金がないと、それはできないか、もしくは、バイトをしてお金を貯めてからっていう一段間にワンステップ、2年か3年ぐらい挟まなきゃいけなくなったりする。お金がないっていうのは、こういう選択肢が狭まるっていうことなんだけども、でもまあ、それはそれで選択肢が狭まった結果、その選択肢の中で自分がやりたいことを目指すっていう応用力が上がっていく。つまり考えるっていうことが日常化するわけで、これはこれでいいこと、頭が良くなるからいいことなんですよ。で、ラムネさんね、ラムネさん20代女性が、ラムネさんはね、その応用力を鍛えるとか考えるというですね、訓練してないからですね、どのような因果関係があるのかっていうのを自分で考えることができないので僕に聞いてるわけだよね。だから多分その友達に聞いたらですね、またそんななんかこう世間知らずなことを言ってとか、またそんななんか誰でもわかるようなことを聞いてっていうような目されると思うんですけど、多分真剣によくわかんないだと思う。で、他の人はじゃあそれがわかるのは別に辛い思いをして分かったわけで、そんな辛い思いをしなければいいっていう考え方も成り立つわけだよね。だから幸せっていうのはそういう頭脳の訓練をが必要じゃないぐらい恵まれてたというふうにも言えるから、いやラムネさんは幸せでよかったと思うし、ラムネさんの友達はいやラムネさんより頭が良くなってよかったですねと僕は思います。だからこれを一般語に翻訳すると、これをこのまま言っちゃダメなんだけど、これを一般語に翻訳すると、私苦労してないからその辺分かってなかったな、あなたすごいっていうふうに友達に言ってあげればいいんじゃないでしょうかね。なんかこういうのが世間知みたいな、まあまあね、よくないかも分かんないけど、世間は渡っていくコツとも言えるし、ここら辺がですね、その裕福な家庭で育った人にはあんまり、なんだろうな、早いことを身につけた方がいいと思いますよ。その方が苦労しないと思うから、このままこれまでは家庭の状況だけで苦労しなくて済んだんだけども、ここから先家庭の状況以外の環境が増えると苦労増えると思うん で苦労嫌なんですよね、多分ラムネさんだったら、こう切り抜ける方法というのをいくつか模索していくといいと思います。私はある電力会社のコールセンターで派遣社員として働いています。概ね仕事に不満はないのですが、最近悩みがあります。それは過去のクレーム案件のトーク履歴を見て嫌な気持ちになるのがやめられないことです。ほほー、その会社ではお客様と電話して話したトーク内容を専用のソフトにパソコンで簡単にメモを残すのですが、中にはオペレーターに怒鳴ったり無茶苦茶な要求をしたりする狂ったクレーマーもいて正直に言っちゃったね、狂ったクレーマーもいて、トーク履歴を見ているだけでうわ嫌だなと気分が悪くなります。なのに私は暇でやることがなくなると、寄せばいいのにわざわざ自分で検索して見に行って、その度に嫌な気持ちになります。自分でも何がしたいのかわけが分かりません。性癖なのでしょうか、なんとかなりませんか。いや、まあ性癖なのでしょうかって聞かれると、性癖なんですよねということですけども、まあそんなに特殊な変わった性癖でないと思いますよ。一時期ね、もう最近あんまりないけど、コンビニ行ったらですね、大体、分厚い目の実話漫画というか実録漫画みたいなのがあってですね、本当にあった不幸な話とかね、こんなおばさんがいたとかね、こんな隣人は嫌だとか、浮気され妻たちの告白集みたいなの売ってるじゃないですか。で、あれ、なんでコンビニに売ってるのかというと、もう読みたい人が膨大にいるからですよね。コンビニの本棚っていうのは人間の欲望を全て、なんだろうな、映してると思うんですけど、別に本棚に限らずコンビニっていうのは。だから、
そういうのを好んで読む人って一定数いるんですよ。で、なんであんなの読むのか分かんないっていう人と、ああいう話大好物っていう人はもうちゃんと世の中にはいてですね、でそれが人間として二分されるんでもないんですよね。あの僕普段そういうの読まないんですけど、たまに読みたい気になってガッと読んでうわーって言って嫌な気分になって、なあの逆沐浴みたいな感じ、逆シャワーみたいな感じですかね。一度汚いものガーッと見てちょっとホッとするというかですね、普段の生活に戻るというかですね、のもあるし、逆に感動系の話が好きな人、あの僕テレビとかああいうので泣きとか綺麗な話を出てきたらですね、もうつまんねえと思って変えちゃうんですけども、それは多分僕の心があまりに綺麗だから別にこれ以上綺麗なものは何にも必要としてないので、不幸な話は時たも読みやりたくなるんだけども、綺麗なキラキラしたものなんかも外部から摂取する必要はございませんってまあすいません、これは冗談なんですけども、だからホラー映画みたいな心理に近いんじゃないですか。そういう何でしょうね、クレーマーの嫌な意見とかを読んで嫌な気持ちになりたい、で「なんとかなりませんか」に関しては、ただで見てるからいいじゃないかというかですね、仕事中に何もすることがなくなるとって書いてるんだけど、何もすることがなくなるようなまず業種についてるという超ラッキーな状態で、その時の退屈しのぎにまでなってるわけですね。でその何もしなくてもいい業態で退屈しのぎ、そんなものをしている俺ってって思うから、なんとかなりませんかとか、あの自分でも何がしたかわけが分かりませんって言ってるだけでですね、自分でも自分の状況に呆れてるだけだと思うけども、別に悪い趣味じゃないと思いますよ。あのその趣味をそれ、まあ、続ければいいんじゃないですか。別に仕事中に漫画読んだらその方が怒られそうだし、このままを続けてください。以上です。これからの時代は論理的思考力が大事だとよく言われますが、本当にそうなのでしょうか。ネット上から思考して言語化するのが上手な人の考えをコピー&ペーストするだけでも十分に生きていけるし、実際楽です。ひろゆきさんが流行ったのもその一例だと感じます。そしておそらくこういうコピペ脳の人の方が世の中多数派です。はあ、そうかもわかんないですね。私は数学が得意ではありませんでした。理由は解き方を暗記しようとしてたからです。それでも数年間向き合い続けていると論理力思考力が育つ時期が来て、初見の問題でも時間をかければ大体が解けるという状態になりました。あ、すごいね。今のところ思考力がついて良かったことはちょこっと楽しいぐらいで、なぜ思考力が大事だと言われているのか、そして岡田さんが思う思考力があって良かったことを教えていただきたいです。そんなの自分で考えるというツッコミはなしでお願いしますということで、ツッコミはなしでお願いしますということです。まあ10代の少年ですからですね、論理的な思考力が大事。論理的な思考力ってね、あの誰でも考えりゃいずれ分かることに人より早く到達することなので、目先が早いことに飛びつくようなビジネスやってる人にはまあいいとは思うんですけども、大事というよりは僕にとってはこう、まあ、便利だろうなと思います。で便利であってそれ以上でもそれ以下でもなくて、なんでかというと誰が考えても分かるとか、誰が考えても同じ結論達することだから独自性がないわけですね。だからどっちかというと、あの論理的ではなくて、なんかトラウマでも子どもの頃の体験でも何でもいいんですけども、感情的だったり直感的なですね、行動とか結論に僕はどっちかというと魅力感じちゃうんですけども、で自分もそういうふうな行動する時あるじゃないですか。だから論理的思考っていうのは、自分が非合理な行動を取った時、非合理な考え方をする時に、なんで俺そんな風に考えてんだろう、俺なんでそんな風に偏ってるんだろうと、まあ今コメントにもありましたけど、なんで俺は3メートルの宇宙人が怖いんだろうとか考える時に使うのが、まあ論理的思考力であってですね、外側の対象に対してあんま論理的思考力とか使っても、受験の時にはね、まあまあ、 あの勉強の時とかいいと思うんですけど、それ以外社会に出てからあんまりね使いようがないな。なんかあのなんで自分がそういう偏ってるのかと考えるのを、それはもうパズルだから最高に楽しいですね。で楽しく、自分を楽しくするためでなければあんまり頭の良さとか
思考力ってそんな役に立たないというかです。人からそんな外れても楽しいこと増えないのでですね、あんま意味ないと思います。ペンシルバニアさん、男性20代、今度は20代ですね。はじめまして、配信いつも楽しく拝見させております。ありがとうございます。拝見させておりますか、僕は高校生の頃から趣味で小説を書いており、かれこれもう7年ぐらい投稿サイトで作品を書き続けてるんですが、すごいね、7年ってすごいね。ここ数年めっきり作品が見られなくなってしまいました。二次創作や R18 ものを書いた頃はいろんな人に反応をもらっていたのですが、オリジナルのミステリーを投稿するようになってからはいろいろ宣伝しても月に 2,3 程度しかコメントがもらえず、どうも伸び悩んでいます。あー、わかるね。わかるわかる。僕はもっと自分の作品を他人に見てもらいたいです。そうだろうね。そういった時、こういった時はどうすれば作品をもっといろんな人に読んでもらえるでしょうか。岡田さんのご意見を聞きたいです。ああ、なるほどね。今、ちょっとコメントあったんですけど、オリジナルはイラストがないときついってあったんですけど、確かにそうですよね。イラストないときついかもわかんないですね。まあ、すごい当たり前のことを言うんですけども、他人に見てもらいたいと思うんだったら、みんなが見たいと思うものを書かないとダメですよね。これは小説に限らず、漫画でもイラストでも YouTuber でもですね、もしくは飲食業界であろうと家電でも同じだと思うんですけども、ついつい作り手があって、自分が思いついたもの、独自性のあるもの、俺が面白いものっていうのを出したがるんですけども、まあそれを出して一発でヒットする場合もあるんですよ。まあもう筋肉マンみたいなもんですね。ゆで卵先生っていうのは、なんで当時のジャンプ漫画家からあんなにゆで卵先生が恐れられてたのかというと、みんな苦労して自分の書きたいものと小学生の読者が読みたいものを合わせるわけですよ。みんな漫画家としてもう本当に20歳超えて30超えてるっていう作家もジャンプにはいっぱいいるわけですね。下手したら40超えた人もいるんですよ。でその人らが小学生の感性に合わせるのすごい難しいんですけども、ゆで卵先生は何も考えずにですね、自分の書きたいものを書いたらめちゃくちゃヒットするというですね、何か未だに筋肉マンに書いてますし、未だに筋肉マンアニメ化されてる恐怖の作家なんですよ。だからその最強の漫画家って何かっていうと、僕らはついついセンスの塊とか知性の塊のような存在を考えてしまうんですけど、違うんですよね。天然の塊なんですよ。ジャンプにおいては出川さんのような漫画家が最強であるっていうのが分かってしまったのが、いわゆるジャンプ黄金時代の恐ろしさだと思うんですけども、まあ、だからそのみんなが見たいと思うもの、まあ、なんでこの話をしたのかというと、あなたがそのゆで卵なら問題はなかったのにねっていうことですよ。自分の書きたいものを書いたらそれがみんなと一緒っていうですね、なんかそういうふうになったんですけども、なんだろうな、基本的にはやっぱ商売のポイントっていうのは、欲しがってる人多いけど提供する人が少ないっていうところに行くことだと思うんですけどね。プロの作家っていうのはみんなそれやってるし、そこに自分を合わせようとして苦労してるんですけども、なんか自分の書きたいものだけを書いてそれで商売が成り立つ人なんていうのは本当に一部ですよ。今コメントで、じゃあマカロニほうれん草はってあったんですけど、だからマカロニほうれん草の人は書けなくなったじゃないですか。そんなもんなんですよ。ゆで卵先生書けてるじゃないですか、未だに。恐怖ですよ、本当にすごいよ。なのでですね、オリジナルのミステリー作品が読まれないのはペンシルバニア君だっけ、ペンシルバニアさんのですね作品に、はっきり言って魅力が少ないからだと思うんですね。魅力なり引きが少ないで、だからイラストをいいイラストつけたらっていうふうに言われるのはそこだと思うんですけども、まあじゃあどうするかというと方法2つあって、まあ、1つ目はですね、オリジナル作品の面白さを今の何倍にもして、みんなが読みたくなるようにするという成功法もあるんですけど、2つ目はそのみんなが読みたがる二次創作とか R18 小説を書いてるふりをして、その中にですねオリジナル要素をどんどん混ぜていくと。で二次創作とか R18 作品の中でその共通するモチーフや共通するキャラクターを出して、これがペンシルバニアの作品の特徴なんだとか、ペンシルバニア作品ではこいついつも出てくるよねとか、どの作品にも全部登場してくるあのキャラクターいいよねみたいなものを作るぐらいしかないというか、ね、プロがもうやってるのこれなんですよね。編集部から頼まれた
引き受け仕事みたいなものの中にオリジナル要素を入れていくと、それがその超天才以外の戦い方だと思います。まあ僕のゼミでもですね、社会問題を語るふりして SF 語るというのをやるじゃないですか。あれと同じです。僕もやってるのでですね、僕も超天才ではもう全くないのでですね、普通にですね、自分のやりたいことをですね混ぜて話してるわけです。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。